じゃあこんにちは、ね、あの、ねえだってなんだね、ねえさん、どうしたの、いいですよ、どうしたね、友達みたいに、もう友達でいいですよ、すいません、ね、大丈夫、62のおっさんやけど、そうですね、登場、登場日だって登場日ね、誕生日も迎えられて、ね、はい、すいません、もう名誉の大先輩にねって話しかけちゃいました。そんなことないですよ。あの、まあ、この時期は、まあ、ドラフト結構動揺してるちょっともう、つもり入っておかしくなっちゃいますなあ、はい、はい、この時期は、うん、まあ、ドラフト、ドラフト話題になってますけれども、はい、豊かさんの時代もそうですし、ちょっと一昔前は逆指名、逆指名あったな、ありました、うん、じゃないですか。あったよ。例えば本木さんなんかは、うん、ありましたよね、巨人に絶対行きたいって言ったら打撃が、まあ、そ、本木の時は逆指名じゃなくて、あれはやっぱこう言っとくことによって予防線を張るという、うん、まあ、世の中の風潮的に、はい、ドラフトでくじで人の人生を決めるのかっていう、はい、うん、そういうなんか社会的な風潮もあったんだよね、はい、で、まあ、野球をやってる子どもたちの中でもね、うん、だからある程度どこに行きたいかという自分が主張しておいて、はい、他のドラフトを避けるとかさ、はい、止めてもらうとか、うん、実際には止まらないんだけどさ、まあ、まあそうですよね、うん、だけど自分はどこ行きたいっていうはっきりものを言うようになったよね。そうですよね、うん、でこの時本木さんは結局、福岡ダリエンホークスが指名して、はいはい、でハワイに留学という形になったじゃないですか、うん、拒否したんだよね。そうですです、うん、でその翌年がアジア大の小池さん、うんうん、これ結構有名だったんですよねここだけは行きたくないっていうんでしょ。そうです、そこが引いちゃったんですけど、うん、ロッテと阪神だけは本人は絶対に行きたくないっていうふうにも決めてたと、うん、まあ、理由はいろいろあったんでしょうけど、うん、そしたらロッテが引いちゃったってことですね。引いてしまった、ね、でもこれでアジア大の監督もロッテに怒ったっていう、うん、本人もまあ怒る筋合いの問題じゃないけどね、はい、ドラフトは自由だからさ、はい、うん、だけどまあ本人の意向を何も聞き入れなかったということで怒ったんだろうけどさ、はい、だけどそれはお門違いでさ、うん、そういうルールの下でドラフトしてるわけだから、うん、はい、それも仕方ないことだよね、うんうん、まあそうですよね。であとこう近年に近づいてくると例えば長野選手、はい、もう巨人に入りたいって、だからドラフト2回蹴ったからね。そうなんですよ、うん、その時もあれ長野選手ってロッテにも指名されたされたますよね。ああみんなロッテに指名なんてどうしてんですか。やっぱり今のロッテっていうのはさ、イメージ的にはすごく明るくなったし、はい、あれだったけど、その当時っていうのは川崎も使ってたんじゃないかな、球場、うん、だからそういうなんか暗いイメージというかさ、はい、地味なイメージがついちゃってるよね。で、あと菅野投手は、うん、もうね、おじさんがいる巨人に行きたいと言っていたところ、うん、あれ日本、おじさんが日本ハムの監督になれるんじゃないかっていう話もあったけどね。おじさんを移動させちゃうと、そうそしたら日本ハムに、うん、入ったというね。なかなか難しいですけど、で、まあ、野球浪人みたいな形に。いや、だからさ、はい、そう思うと、周りの大人が良くないよね。だってさ、はい、子供にわからないもん、あそこに行ったらいけないとか。ただプロ野球選手になりたいという、はい、そういう夢を持って野球をやってたのが、うん、いざドラフトの時に1位にかかりますよみたいな、うん、だいたい揉めるのは1位だからね。そうですよね、かかる実力の人たちだから、はい、それがなんかこう、いや、あそこ行くよりも巨人行った方がいいよとか、うん、そういうもう風を吹かすんだよね、大人たちがっていう、大人たちが、うん、だから自分本人たちは、はい、プロ野球選手になれるんだったらどこでもいいっていうようなさ、うん、純粋な気持ちがあっても、はい、やっぱりいろいろ後々のこと考えると、はい、あそこよりもこっちの方がいいよとか、はい、だって江川さんが言ってた、うん、江川さんがドラフト蹴ったじゃない、はい、2回蹴ったのかな、2回蹴って浪人して、まあ、高校の時と大学の時と、はい、両方蹴って、うん、でジャイアンツにどうしても入って、うん、だって入らないとおじさんたちの仕事に影響があるって違う違う違う、おじさんたちにだから親戚関係のおじさんたちの影響が出るっていう、あ、その経営です、経営とかそういうこともまあ含めて、だから大人の事情じゃない結局。なるほど、だからそういうことで裏のドラフトみたいなさ、はい、そういうのがあるんだよね。それと昔はさ、はい、やっぱジャイアンツが金看板だったんだよね、はい、だからジャイアンツのユニフォームを着て、うん、
ある程度活躍したらもう食いっぱぐれはないという、うん、ね、はい、もうなんか人生の保証がついて回るんです、うん、だからそういうことでジャイアンツに行きたいとか、うん、そういうことの、まあ、世の中の風潮がそうだったかな。逆に、まあ、あの都市伝説で言われてることなんですけど、巨人じゃなくて他球団の例えば在京とかに自分は行きたいんだと思っていたけれども、うん、なんか家族の会社とかのいろいろなことが金銭面の苦難、うん、ね、困難があり、それを、まあ、ある球団がこう肩代わりしてくれてそこに入るしかなかったみたいな。ああ、まあ、あるね。あるんですか、やっぱり。いや、それね、これはね、俺がドラフト前の時にね、はい、まあ、その社会人野球っていうのは、はい、プロ野球球団とつながってるようなところでさ、はい、そこ俺蹴ったの。あ、豊さん蹴ったんですか。ああ、はい、いや、その社会人、ここの社会人行かない、うん、で俺はプロも行くって言った、うん、いや、ダメだと、うん、これはうちの勤めてたんだ、はい、そしたらそこがプレッシャーかけるんだ。でもそこは大きな会社だから、はい、じゃあ分かったと、全部ストップさせるみたいな、そういうことのまで言われたことがある。すごい闇じゃないですか。完全に圧力ですよね。圧力なの。だからそれは実際できたかできないかっていうのは分からないけどさ、はい、それはやっぱり一つの脅しとしてさ。で、豊さんそれいつ知ったんですか。そういう、それは後々に知った。で、結局圧力はかかっちゃったんですか。いや、かからない。それはかからない。いや、それはかからないよ。そんな一人の選手でさそんなかからないけど、でもまあそういうことまで裏では言ったりだとか。昔あったんですね。昔はその例えば家族に、うん、あのあ、ご苦労されてるご家庭なのでうちがお金生活に出しますよとか、あ、まあ、選手に出してね、それが明るみになってっていうのもありましたけど、まあ、家族を支える、まあ、例えばドラフト1位で逆指名の時に多かったんだ、それが。で、逆指名してくれると、うん、ね、親父を執行役員にしてあげるとかさ。だから執行役員にするとさ、はい、やっぱお金が発生するわけだよ。そうですよね、うん、で、その時上限っていうのがさ、はい、1億5000万だったかな、逆指名で、うん、それにもかかわらず裏でものすごいお金が動いたっていうふうに言われてて、それはセ・リーグ、パ・リーグの、まあ、関係なくね、上乗せして、なんか競争みたいな、まあ、競争みたいになっちゃってるからさ、やっぱどうやって競争するかっていうのも金しかないわけだ、はい、だから、うん、そういうのであのなんで執行役員にして、はい、それでその上乗せしたお金を払うとか。あ、そっか、あの上乗せというか違反のお金払ってしまったらそれはもうそれは違法になる。でもそれは別にいいわけだ。出向でもこれはそうそうそう、お金ですっていうのは、まあ、例えば仮に借金を抱えてる人たち、はい、ね、その息子がドラフトされると、うん、逆指名できるぐらいの選手だったとしたら、うん、その借金を肩代わりすると。有名な選手でもそれなんか聞いたことありますよ、ね、はい、だってさ、あの逆指名の選手がいて、はい、である球団から白紙の小切手出されたらしい。いきなりですか。うん、だ、白紙の小切手で月に好きな金額かけ、まさか100億なんか書くとは思ってないわけだよ。まあ、もちろん、まあ、大体常識的な範囲で書くと思うじゃん、はい、白紙も、はい、だからそういう時代があったの。だから逆指名が廃止になったの。でそれが明るみに出ちゃったんですもんね。明るみっていうか、まあもうそういうことになってくるとさ、スタミナを持ってる球団の方が勝つわけだよ。そうですね、資金力がある。そうでしょ。あれどこが出ちゃったんでしたっけ、やってたっていうのは。いや、もういろんな球団がやってるからさ、どことは言えないけど、やってない球団あったんですか。だから当時、はい、つけた背番号が契約金じゃねえかって言われた時代もあったぐらい、ね、そのぐらいお金が動くドラフトで。ある選手24ってつけてるんですけど、知らねえよそんなことつけてたんですけど。いや、だけどでも言えば、はい、そのぐらいのお金みたいなのが平気で動くようなことになってきてたから、はい、廃止になったわけね。そうですよね、うん、その大人たちのそういうことで、うん、その本人が行きたい球団だったりとか、うん、クリーンなで行けないっていうことがってことですよね。だから、まあ、優秀な選手は欲しいとは思うけど、うん、
やっぱり平等化を取るには、うん、やっぱりしっかりしてもう上限決めて、うん、ちゃんとしたドラフトでやっぱ取っていくっていう方がいいよね、はい、そうですね。じゃないと本当に資金力がある1チームだけが強い選手ばっかり取れて、いや、それそうです。そうするとね、1位と2位の差がこんなにありますか。いや、あるある。だから 100m を走るときに、はい、もうね、うん、まあ例えば9秒台の選手と、はい、あと全員が11秒台の選手、はい、このゲームを見たいかって、うんうん、この 100m 走だってあいつが勝つんだろって、うん、そうじゃなくてやっぱりどこが勝つかわからないから面白いわけだ、うん、その戦力補強にドラフトっていうのがあるわけだ、うん、だからまあそういうふうなクリーンなね、うん、ドラフトをやっぱしてほしいよね。まあもうなってきてるけどね、今はね。ただくじ引きっていうのは嫌だけどね、完全ウェーバーがいいんだよ。だって弱いチームが、うん、なぜ弱いかっていうのは、まあ、戦力的に低下してるとか、はい、うん、そういうことだから、やっぱり優秀な選手を取っていくっていう方が自然じゃない。あのメジャーって確かそうですよね、うん、あの最下位っていうか、そのそうでしょ、チームから取っていったりとか、そうでしょ、うん、だからそれが普通でしょ、はい、なあ、はい、ドラフト1位誰ですかみたいな、はい、前に出てきてください、抽選ですよ。お前、抽選なんていうのもさ、子供かわいそうだよ。くじで僕の人生はみたいな。いや、本当だよ。そうですよね。やったヤクルトだと思ったらさ、全然マラが違うしさ、どうなってんだよ。もうみんな、テンパっちゃってるんでしょ、みんな。そこからケチついて、高山出てこないじゃないかっていう話で。そうですよね。もう本当に。だそのドラフトのシステムというか、そのくじのうち引く順番だったりとか、そういうのもちょっと変えていったりとか。いや、俺は昔のように、ね、一球団一人指名していって、そこから外して弱いチームから取っていって、うん、こうね、12球団。はい、で、そこからまた折り返しっていうことの方が俺はいいと思う。そうですね。その方がその。なんかこの公平性じゃない、公平だし、野球ファンとし一ファンとして、うん、この面白い試合をこう活性化してるものを見られるんじゃないかなっていう、うん、そうだね、はい、でドラフトをああやって盛り上げるんだったら、うん、もうドラフト1位候補生をもう呼んどけって、テーブルに、あの NBA みたいに学校とつながらないんで、うん、まあ今ねコロナだから呼ぶっていうのは不謹慎だと思うけど、はい、やっぱりその場でユニフォームを着せてさ、うんうん、会見しろって、もうすぐにね、そうそう、ということですよ、ね、でそこで契約しろって、お金を書いて小切手に拍手の、うん、好きなの書いていいよ。いや、その方が標的で盛り上がるじゃない。そうですね、うん、なんかどん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 そこはちょっとね、改革していくところはいい風に改善していってほしいですよね。でしょ、はい、だからその方が俺はなんか見ていて楽しいかなって思うね。家族も一緒に呼んでて、家族がこう抱き合って、はい、喜び合うとかね、うん、だからそういうふうなことをやってほしいな。そうですね、はい、ちなみになんですけど、はい、豊さんは、本来だったらなんか巨人に行く予定、学抜があるからね。へえ、学抜、中大ライン、うん、どこの人が、どこの出身が、まあ、ドラフト部長か、はい、編成部長なのか、うん、によってやっぱりより近いところから取りたいわけだ。そうですよ。だから元木がジャイアンツを指名しなかったっていうのは、大森っていう選手が1指名で、慶応のね、はいはい、でその時は慶応罰みたいなのがあって、うん、その前に上田かな、内野手の、はい、あの慶応でね、やっぱりね、うん、あのそういう慶応罰っていうのがあったよね、はい、だけど俺らの時はずっと巨人と中央はね、つながってるというか、まあ宮井さんという監督がいて、それは王さんとつながっていて、うんうん、で王さんが選抜で優勝した時の高校時代ね、はい、監督さんが中央に来て、末次さんいて、そこからの流れで伊藤輝さんかな、伊藤さんっていうスカウト部長か編成部長の人が、これはまた中央の人、はい、だから俺を取りたい、はあ、もうそうですよね、ガチガチの中大ラインじゃないですか、うん、で1位に原が取れた、はい、そこに挨拶に行かなきゃいけない、はい、だから高木を取っといてくれって言ったら、うん、はい、大丈夫だった。どういうことですか。俺ジャイアンツだったらちょっと人生変わってたもんね。そうですよね、うん、太陽って聞いた瞬間の気持ちはいかがでしたか。いや俺3位っていう、俺2位までにかかると思ってたからさ。じゃあ太陽で2位であればまだ、まだ救われましたか。まだね、達川さん4位でしょ、はい、もう俺はパチンコ打ってたんですね
ふてくされて。やっぱりその、ね、いやその気持ちはものすごくわかる。やっぱ1位なのか、それとも2位なのか、はたまたさなのかっていうのもいろいろあるんでしょうね。そう、大学の時に日米野球でさ、うん、あのメンバー組んだやつが大体ドラフト 2位までかかってたわけよ、うん、はい、で俺がかからないはずがないと思ってたんだけどさ、はい、かかんなくて、しかも巨人じゃなくて、うん、それでその当時っていうのはドラフト1位ぐらいまでしかテレビなかったんだよ。あ、じゃあなんだろうこれとか思って、全国区になるはずだったのに。そうだよ、ふてくさで後輩が飛んできて、ジョーさんドラフト3位で対応です、うん、何だそれ完全にもう気分だ、まあ、気分は落ち込んだよね。まあ一つの挫折だよ、うん、ただそこからね入った球団でそうだね行ったので、まあそれはね良かったんじゃないかと。まあでもね1位はね、うん、扱いが違うよ球団の。全然給料面待遇面も、給料面はそんなに変わらないんか、待遇っていうか扱いが違う入ったと瞬間のなんかもうこういう格好なんですか。もう金の卵を扱うように3位の方ですか。ああ金太ちゃんついてきますなんだそれというね、はい、ちょっとねやさぐれ感も出ましたけどね。ドラフトにね無事入ってかかって、そしてね晴れて入団する選手の皆さんにはぜひねその入ってからが勝負だから。そうですね、いや本当にやっとスタート地点でそこからですね、そうだよね、頑張ってほしいなと思います、はい。